はい、どうも、いつもです。ということで、今日もマリオカートツアーやっていきましょう。よろしくお願いしますと。はい。ということで、今日のマリオカートツアーはね、デイリーと、あと今日は、資金が多くもらえる、このチャンス来てますので、ピーチカップの攻略、そしてラストにみんなでを攻略していこうと思います。攻略、楽しんでいこうと思います。そんな感じで、今日も、まずは、お、何これ、新しいの、あ、もうここクリアしてんだね。はい。ということで、まずは、本日のデイリーから行ってみましょう。レッツゴー。さあ、ファイアーブロスカップ、スーパーファミコン版のこの子ビーチ2ということでね、行ってみましょう。はい。ここから、ここから、お、後ろ全然ついてこないね。お、なんかバシャーン言ってるけど、あ、あー、やっちまった、やっちまったー。あ、やべ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 、そう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 、あいつなんか二重で道具を持っているな。ここでもすんごいやりやすい感じするな。あーばあーばーあーばー、お、地獄地獄、今赤コーラが一人のユニットに対して二つの赤コーラで臨んでいたよ。これは恐ろしいな。あ、ミスった、ミスった、ミスった。何ここ、何ここ、なんかさ、俺スーファミ時代もこんなことやってた気がするんだけど、あ、見えないとかつってもうやってた気がする。なんか、おお、恐ろしい恐ろしい。何このトンカチ攻撃、トンカチ攻撃超恐ろしいな。あれ、これ普通に、こんな、こんな派手な負け方ある？派手に負けました。4904。ひでえ。ひでえ点数だな、これは。はい、ということでね。まあ、デイリーにしては一番最低な感じなんじゃないかな、っていうところで。次行ってみましょう。はい、次はカラカラ砂漠に X から行ってみましょう。よし、カラカラ砂漠に X は、これどっち、どっち向き？はい。また、何今の、何今の、軽くノックしてきた人。あの、今のノックはさ、どういう意味があるの？有効な証ではないことはなんとなくわかるけれども。どっちにしよっかな、上か下か、上にしよう。一個ジャンプもらえるし。やったーやったー、こんな細いところで、こんな細いところでバナナフィーバーは激アツよ。よっしゃい。あ、ちょ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 、後ろからすごい来るのね、あのマリオとかいう人。もうあのすごいさ、諦めずにピタッとくっついてくるのね、あの人ね。ほんとそんなにくっつかれてもさ、あの水道管のさ、あの工事の人とさ、あの姫じゃちょっとさ、あの身分的にちょっと無理があるとは思いません？ちょっとさ、諦めてくれます？ということで、あの後ろからなんかいつの間に来なかった、諦めた諦めたみたいだな、どうやらな。あの分相応な、あの剣、あの婚約をなんかキャシャリン黒とかとすることになったみたいだな。うん、はい、ということで次のレース行ってみましょう。次の攻略は 3DS 版クッパキャッスル X ということでね、行ってみましょう。このラリッタ男、ラミじゃん、イギーの力を借りるとき来た、これ。はい、すごい人々、人々がすごい飛び交ってるね。ここで1位に躍り出る？躍り出るのはいいんだけど？ OK、ナイス。いい感じ。なんだ今、なんだ今。ピタッと止まった。なんだ今の、なんだ今の、どういうあれ？なんかさ、痛えわ、痛え、痛え、痛え、クソ野郎、マジ。あいつふざけんなよ。どんだけ、どんな、なんかいい感じにいってるなと思ったらさ、あいつふざけんなよ、マジで。はぁ、もう。いい加減にしてほしいです。いい加減にしてほしいんですけど、本当に。
お、え、3つともかわすとか、あいつどんだけ素早いの？素早い、動きをしているの、あいつ。え、もう1位のやつ見えないけど、え、いや、うぜうぜ、何してん、何してんだ。1位のやついなくない？え、どこ行ったの、1位のやつ。あ、いた。なんかすげえちっちゃくなってる。あ、やべ、変なことしちゃってる。なぜに赤コーラの一つも、ドロップできないんですか？砂してこい、砂もできないのかもう。お、いけた、砂はできなかったけど、いけたんだけど、いけないみたいな、そういう感じだね、これね。うん。はい。今、ポイント的に足りないんでね、ちょっとまた、これは、頑張りたいと思います。いやー、なんだろうね、これ。今日は、すごい、前途多難だぞ。ラスト、のこのこビーチ。のこのこビーチは？ここも CPU 強かったらどうしよう。ほんと最近 CPU がさ、強さが半端じゃない。本当にCPU の強度設定がミスってるんじゃないかってぐらい CPU が強い。ジャンプして奥から3枚だね。 OK。まず1周目は1位確保ね、とりあえず。あ、ちょ、待って、OK。すごい来る、後ろのピーチ。後ろのピーチ、ちょっと面倒だな。めっちゃガツガツくっついてくる。あぶねえ、危ねえ、誰、あんなところにバナナを置き去りにした人、誰？バナナ置き去りにした人いたんだけど、あれは一体誰の仕業なの？早めに。いや、ちょっと。今のサンダー必要だった？俺的には必要なかったと思うけど。今のサンダー必要だったと思ってる人いるのかな？はい、ゴール。11,751、どうでしょうか？コンプリートいけたかな？いけたような気がしないでもないが、どうだろうか？あ、OK ですね。ありがとうございますと。ということでですね、ピーチカップの攻略終了ということでね。はい、じゃあラストワールド行ってみましょう。はい、第1レースはスーパーファミコン版のこのこビーチ2ということでね。これ出入りでひでえ目にあったとこじゃねえかよ。勘弁してほしいな、マジで。はい、しゃい。これは今日2周目だから、2周目だから、まだ、うわ、怖いってば、本当にさ、そんなさ、ぶら下げたまま寄ってこないでよ、マジで。今、マジで、いた。あいつに俺何した、マジで、本当さ。あー、なんかすごい、なんか、すげえ集中力切れすぎ。ちょっと一回仕切り直して。うわー、もう仕切り直す暇さえ与えてくれない。このゲーム、なんていうゲームだっけ、もう。すげえ、あれだな。仕切り直しとかそういうのないんだってね。もう負けるやつは一生負けろみたいな、そういうルールでやってんのね、これね。もう。あー、ダメだ。なんかコースが悪すぎる。これはダメだろう、これ。全然勝てる気がしない。勝てる気がしない上に。これはもう無理だよ。なんだろうか、今直前でさ、一個前の人がさ、なんか急ブレーキ踏んだように見えたんだけど。ブレーキという概念ないけど、このゲーム。なんかあれかな、ビリになって、心病まないようになんか気を使ってくれている機能みたいなついてんのかな。はい、ということで第2レースはニンニン登場あるか。これは無理だな。
ニンニン道場絶対勝てる気しないもんつかつか、俺もさこんなでかい期待で来てしまった。はい、まあね、勝てると思ってないやつは勝てないからね。痛い痛い痛い、すんごいガツガツくるじゃん、あのベビーなマリオ。早っ、あそこ下くぐってった方が早いんだよなきっと。あ、なんか勝手に使われた。痛い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 ってば。もう痛っ。えこれはもう無理でしょもう序盤から完全に心折りに来るんだけどこのゲームもうどういう状況。ああもうなんかもうなんかこれダメそう。はい、もうお好きにどうぞ、お好きにどうぞ。もう今回はやばい、今回はマジでもう一勝もできん。この3連戦これはまずいな。これはマジ本当もう引退案件だよ本当に。これはやばすぎるだろ。道場さ、これカップ攻略の方もどうにかなるのかな。俺ならないような気がするんだけどしかもよりにもよってバナナしか来ねえし、これマジどうすんだよ。もうこんなさバナナしか来ねえ状況でさ、痛いしもうさ痛いしバナナだし、もううわなんかいいような悪いようなだな本当に。痛いしもうさ、何なんですか。もう3位に入ることすら許してもらえないんですね。そうなんですね。もう本当何なんだろうねこのゲーム。うわー何なんだろう、回線が弱すぎるのかな。マジで何の何もできませんでしたなんだけど、もう本当に。はい、ということで最終レースは RMX チョコレート 2X ということで行ってみたいと思います。微妙だな、微妙だな、しかし微妙だな。おなんか最強な人いる、最強な人。あ、最強な人来るんだったらマジオートアイテム外しとけよかった。もうどうなんだ、勝負になるのか。あー、ここで使いたかったんだもん今のね。あのこんな高いところ登っていくわけないでしょうよ。あのキノコとかありゃ別だけど、あんな高いところ登っていくやついない。いやー、やられたー。もうショートカットこれがあるからやだよね。うわーうわーうわー、光ってきてる人いた。もううわー、これどうしよう。これ途中下車できんのかな。途中下車できないよね、ここは。登んないでしょ、上とか。上登っちゃうんだ、みんな。俺も。卵ナイスまさかの卵ぶつけてラスト卵ぶつけてっていくっていうねはい、ということでですね、もうね、もうあそこはね勘弁していただきたい。今日はね、もう今日もう引くぐらいボロボロだからね、最後の2位でも最高位でございますということでですね。いやー、もうニンニン道場は全然なんかもうきっかけつかめないし、もうどうしたらいいんだろうっていう感じが続いてますが、いや続いてますがね、本当もうなんかね、もうちょっと上手くなりたいなと思う次第でございますよ。ということで、あのぜひですね、まあ、こんな動画なんですけど、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてですね、ぜひ動画の拡散も協力していただければと思いますよ。それではまた。